アメリカ議会会員の共和党議員は中国共産党の高官にアメリカのソーシャルメディアのアカウントを提供することを禁止する新しい法案を提案しています。この法案はアメリカが所有するすべてのソーシャルメディアプラットフォームに適用されます。これはホックスニュースの独占取材によるものです。この法案は中国ソーシャルメディア互敬法といいます。この禁止令には一つの例外が設けられています。 それは大統領が問題の中国共産党部門または個人がアメリカ政府職員による中国のソーシャルメディアプラットフォームへのアクセスや使用または参加に関する禁止事項が検証可能な形で削除されたことが証明できる場合です大統領がこの法案を放棄する権限は2年間で最終的な決定権は議会にあります FOX ニュースは委員会の補佐官の発言として 宗教機関は中国のユーザーがアメリカで投稿されたコンテンツへのアクセスをブロックするすべての制限を取り除く必要があると伝えています。そうすれば両国のユーザーは互いのプラットフォームに等しくアクセスできるようになります。この法案は他の中国の国家機関の交換と同様、中国共産党のすべての中央機関に適用されることになります。NTD ジャパンがお伝えしました。